こんにちは、花咲かじいさんです、今日はですね、ビデンスの摘心をして超満開にする方法4選をね、皆さんに伝えたいと思います。この花の特性はですね、初心者でも非常に育てやすいんですね。で、開花期が長いです。特徴はね、黄色と白の花を咲かせる品種が多いんですけど、痩せ地でもね、よく育つ丈夫な植物なんですね。それではね、早速摘心を始めたいと思います。摘心はですね、枝先をカットして脇芽を出す作業なんですね。ですから今日綺麗な花がね、こうね、可愛い花が咲いてますけど、これも全部落とします。まあ、枝先ですから、だいたい枝先に花が咲いてるんで、これをね、落としていきたいなというふうに思います。じゃあ始めますね。ちょっとね、ちょっとこう先っぽにね、ガバガバと固まってますけど、これもうまとめて落とします。まあね、枝先をね、適当というとおかしいですけど、枝先をカットしてしまう。こんな感じでもうカットしてください。はい、そしたらね、次から次へと、下から脇芽が出てきますね。こんな感じでしたら、まあ、葉っぱをね、ここに花があって葉っぱがありますけど、この葉っぱをね、一緒にちょこんと切っちゃう。こんな感じですかね。見えますかね、皆さんね。まあ簡単な作業ですね。お花もね、全部落としますけどね、すぐ咲いてくれます。こんな感じでね、先っぽを落としていくだけです。じゃあね、繰り返すだけですね。こんな感じでね、枝先だけをカットしていく。花もね、当然落としますけど、まあ、イメージとしてはこう丸く切るような感じで、丸くなるような感じですね。まずですね、あらかた摘心が終わりましたので、やることがあります。こういったものでね、摘心が終わったら消毒をやりますね。虫病気の予防ですね。まず株元からシュッシュッとやって、あと全体的に切り口をね、中心に消毒をやっていただければなというふうに思います。はい、そしてね、摘心が消毒場所はですね、こういったものね、炭鉱製肥料ですね。こういったものを通常になってますけど、こういったものをね、2個ずつ売ってもらえばいいかなというふうに思いますね。こんな感じですね。はい、こんな感じでね、やってもらえばいいかなというふうに思います。摘心をしました。それから消毒をやりました。で、肥料をやりました。あとね、超満開にする方法4選をね、今から伝えますので、まず超満開にする4選の1つ目、何かというと栽培環境なんですね。で、このビデンスはですね、日当たりと水はけの良い場所で育ててください。2つ目、水やりですね。
で、鉢植えの場合はですね、土の表面が乾いてきたらたっぷり水をやります。で、庭植えの場合はね、水やりは必要ありません。3つ目何かというと肥料なんですね。鉢植えの場合はですね、4月から10月に緩効性肥料をあげてください。で、一度にねやりすぎないように注意してください。で、庭植えの場合はね特に必要ないんですね。で、4つ目何かというと適肥なんですね。実は今日ね適肥をやりましたけど、この後ねもう一回適肥をやります。まあ、やらなくてもね花はある程度咲くんですよ。こんなこじんまりと咲きます。しかしね、この適肥をやらないとね超満開は無理なんですよね。ですから今一回やりましたから、今度こうあらかたこうなった時にもう一回やる。そしたらね超満開になりますので、ぜひね皆さんチャレンジをしてほしいなというふうに思います。今日はここがポイントなんですね。で、今日はねビジネスを適肥しました。花咲かじいさんと一緒にね、超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録してね、また視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面中に私の似顔絵が出てますからね、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。